どうも皆さん、ガワです。おうち時間楽しんでますか？今日は何も考えずいちごタルトを作るので見守っといてください。はい、でというは、わけでですね、最近はもうコロナで自粛自粛で家にいなきゃなので、気晴らしにというか、何かこう、家にいる間に何か習得したいと思って、とりあえずいちごタルトを作ることにしてみました。全然ね、ケーキとか、なんかそういうの、料理とかもしないんですけど、なんかいちごタルトの写真見てたらね、全然できるんじゃないかなって思って、とりあえず始めてみたっていうだけです。で、まあコロナでずっと家にいなきゃなんで、まあうちの会社もね、まあテレワークというかリモートワークみたいな感じで自宅で作業っていう感じになってるんですけど、もう会社の準備がね、とりあえず遅いんですよ。僕の中ではこう、4月7日とかに緊急事態宣言が出て、そこでテレワークとかリモートワークにするってもう死ぬほど遅いと思ってて、まあ多分僕の記憶だと1月ぐらいに GMO が一番最初にテレワークみたいのをして、なんかZOZO の前澤社長もね、元社長か、もう反応してたと思うんですけど、1月にテレワークとかリモートワークにできるってかなりね、優良企業、かなり超ホワイトだと思って、で、大体2月から3月半ばぐらいまでに、そのリモートワークにするっていう決断ができたっていうところは、ホワイト企業。で、3月の終わりまでがまあ普通の企業ですよね。で、もう4月に入っちゃうっていうのはもうかなりブラックで、もう何をやってんのかわかんないよね。何、命が大事じゃないんですかっていうのを私は問いたい。で、まあ緊急事態宣言が出たからリモートワークにするとか、まあ、うちの会社なんてね、まあ、その時点でもう絶対緊急事態宣言出たらさ、自粛になってリモートになるって、こんなに分かりきったことなのに、なんかその時になって社員分のパソコンが足りないとか、まあなんかもうそれって4月で、4月の時点で焦ることじゃないし、もうなんかこう、なんていうんですかね、後手後手に回っちゃってる感じがして、僕はもう決断力がない人たちだなって永遠に怒ることができます。うちの会社に対してね。で、今も仕事してる人たちも呼ぶと思うけど、ねえ、なかなか決断できないんですかね。で、まあ僕、広告に勤めてるんで、まあ、エンタメ全般がもう活動できなくなって、まあ広告とか、まあテレビとかも多分そうだと思うんだけど、まあ僕気になってる、地下アイドルってどうなってんの？大体まず地下アイドルってどうやって稼いでるのって感じなんだけど、まあ多分、あれだよね、ライブハウスでライブやってて、今ライブハウスも大変だから、地下アイドルとかってもう、このコロナ明けにいなくなっちゃいそうな雰囲気すらあるよね。まあ多分そのうちまた出てくるんだろうけど、またもちろん。でもまあ、まあいろいろ大変なのは全カテゴリー一緒かな。今逆に何の産業が大丈夫なのかって考えたら、まあマスク産業ぐらいしか思いつかないんだけど、他に何かあんのかなっていう感じです。で、なんか東京オリンピックとかもさ、なんかやるの本当に来年、なんか7月23日、21年の7月23日に開幕みたいなことを言っちゃってるけど、どう考えたって無理だし、ハーバードの研究だって2022年まで外出ちゃいけないとかさ、なんか結構いろいろ言われてんのに、そんなに決断しちゃって、本当に大丈夫ですかって僕は問いたいです。まあ、そうやって、いろいろこんな文句ばっかり言ってても、しょうがないんで、こう、ね、いちごを切ってますけど、いちごタルトを作って、まあ、ちょっとでもね、結婚した時にできる男だと思われたいっていうだけなので、まあ、ちょっとずつね、料理をしていこうかなって思ってます。なので、次回は、なんと、モンブランを作りますので、見といてください。というわけで、また次回お会いしましょう。バイバイ。